ペーン、はい、あの音楽室とか、なんか今後とか、こういう感じだったら、こういう感じで大根を食べるんですね。そうですね、窓の方を向いて、はい、これは怒られちゃいました。はい、奥田さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。奥田さん、実はですね、昭和31年にバス会社に入ったんですが、こんにちは。そこ入る。あそこ入る。ちなみに、ね、
これで何台分のグリーン使ってると思いますか？これどうしてこういうことをされるようになったんですか？なんか昔の自転車でこう昔のが違うもんで丈夫なんですね。で捨てるのが惜しい。また掘ってるで。また最低でこういいとこだけ組み合わせて。このフレームとかがすごく綺麗だから、これは綺麗に組み直して。こっちはオレンジのボディでグリーンが入ってるんですよ。あ、本当だ。これなんでだと思います？こういう風に塗ったんでしょ？うん。うん、そうですけど。こむぎちゃんの寝姿です。寝ているときは静かですね。のちゃんです。次はじゅんちゃんです。じゅんちゃんもひっくり返って寝てます。すやすやです。もみじかさん、今日は普通の顔になってきました。今日は平穏な顔に。ロクちゃんが小麦ちゃんをペロペロしてます。ドクちゃんは外をじっと見てます。小麦ちゃんにちょっかい出すのかな？ああ、またいて、またいて。寝ちゃった。もみじちゃんとロクちゃんが仲良く同じお皿のご飯を食べてます。ロクちゃんとみちゃんがね、生餌だとね、ずっと出しておけるからね。あ、生餌だと乾き物ね。生餌はちょっとね、ちょっとやばいよ。うん、でも言ってたよ、こうちゃん、なんかもう猫はニャーニャー言った時にあげるから、ね、うん、どさって言ってくれ。何を？餌ね、食べたいって食べるから、うん、乾き物ね、うん、乾き物出してくれる。そうだよ、大丈夫だ、だんだんね、そうなってくるはず。そんな神経つかなくても。もみちゃんがなんかあ、もみちゃんじゃないよ、ロクちゃんがなんかちっちゃい虫を発見して、なんか遊んでます。今パンチやったからね、うん、お前も、もみじの子だね。なんか血が出てない。体が変わってしまうね。平年の雨の量の半分以下に。血がなってね、週末にかけても、ロクちゃん元気だね。
うん、玄関で遊んでます。みんな寝てんのに。なんかいた？うん？ロークちゃん何呼んでんのよ。なんだよお前、もみじも一緒になってそこに潜ることないだろお前。うん？落ちてる葉っぱで遊び出した。ロクちゃん、なんか見つけたんだ。もみじちゃんもでかいあくび、あ、なってきました。もみじちゃんが玄関の前でだれてますね。おーっと、取りすぎた。もみじもなんか遊ぶ気、遊ぶ。小麦ちゃんがね、小麦ちゃんと今ロクちゃんがね、逃げてきたもん。こっち、追っかけたんだろう。そうです、追っかけました。うん、もみじのすけ、もみじのすけお前、追っかけたんだな、子供をな。な、子供をかけたんだな。お、もみじが殴り込みに来た。お前だな。可愛くねえんだよ、なんて言って。北朝鮮様が遺骨が埋葬されているという場所を公開しました。そこへロクちゃんが入ってきました。兄弟3人で、
ね、今日はもみじちゃん好きにしてって格好してます、好きにしてって格好してます、もみじちゃん、もみじジュンちゃん、焼酎はね、二十歳になってからだよ。したい、純ちゃん。捜索で押収した資料を分析するなどして経緯を調べています。交際していた女性から金を騙し取った罪に問われた被告の裁判で、東京高等裁判所は証拠の採用に関する裁判所の手続きに違法な点があり、判決は誤りだと判断し、一審の水戸地方裁判所に審理をやり直すよう命じました。この裁判は水戸市の48歳の被告が交際していた女性から現金700万円余りを騙し取ったとして詐欺の罪に問われているもので、被告は無罪を主張しています。被告は最初に100万円の詐欺の罪で起訴された後、残りの600万円についても追起訴され、一審の水戸地方裁判所は被害者の女性の調書などを根拠に被告に懲役5年を言い渡していました。今日の二審の判決で、東京高等裁判所の山崎学裁判長は、女性の調書に、あれこれどうなってんだってか、6万円分の被害の内容も含まれていたのに、一審は追起訴分の審理に必要な手続きを行う前に証拠として採用しており、そこに美味しそうな魚でも出てきたらどうなんだろう。この証拠で無罪を言い渡したのは誤りだったと指摘し、
水戸地方裁判所に審議をやり直すよう命じました。ジュンちゃんの美味しそうななんか出てきた、どうす、うん、なんか手を出そうとしたよね。あ、お姉さんだ。お姉さん見てる。埼玉市に大雨警報、また川越市や所沢市などに大雨と洪水の警報が発表されています。雨が弱まってきます。しばらくは雨などにも十分な注意が必要です。ではこの後の雨雲の予想をご覧ください。雨雲はこの後ゆっくりと南東方向へと進む見込みです。日付が変わる頃にはほぼ雨は降ってきそうです。さあ、明日は晴れ間が広がって内陸部では猛暑日になるところもありそうです。では気温の移り変わり見ていきましょう。午前6時、この棒の先見てんだよ。ほら、日差しを受けて気温がぐんぐん上がりそうです。午前9時には黄色の25度以上、あの棒見てんだよ。そして正午にはオレンジ色30度以上のところがほとんどとなりそうです。埼玉の都市部で35度、熊谷では36度まで上がりそうです。でそれでは各地の明日の天気です。高気圧に覆われて広く晴れる見込みです。詳しい天気です。出てこないな、棒が。にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。栃木県北部では激しく降るところもありそうです。3時間ごとに水戸から埼玉です。日中は広く晴れるでしょう。銚子から小笠原諸島です。朝から強い日差しが照りつける見込みです。もみじちゃんが出てくるビデオなんか映したらすごいんじゃないの。あ、お母さんが。ところが多いでしょう。千葉と横浜は25度、東京は26度の予想です。予想最高気温です。が続きそうです。一方、関東北部ですが、木曜日以降、再び雨が降りやすくなりそうです。今雨が降っているところも、日付が変わる頃には止む見込みです。また、明日は晴れて暑くなりそうです。もう一度、熱中症対策をなさってください。首都圏ニュース8億でした。続いてニュースウォッチラインです。おい、中国駐在の丹羽宇一郎大使、その丹羽大使が乗った公用車につけられていた日本の国旗が奪われた事件。中国の警察が治安管理処罰法に基づいて国旗を奪った男2人について行政拘留の処分にすることを決定したと伝えました。処分を受けたのは河北省の23歳の男と黒竜江省の25歳の男で、5日間の行政拘留の処分です。絶対そうだよ。
ね。なんだよ、取れね、取れたか。取れちゃった。